今日の札幌中心部、傘を差しながらふらふらと運転。そしてスマホを片手にイヤホンをした男性は路上で転倒。すでに禁止されている運転が続々と見られました。新型コロナウイルスの影響で公共の交通機関を避け、利用機会がますます広がる自転車。同時にマナー違反の運転も目立つのが現状ですが、明日から施行される改正道路交通法で新しく危険行為として置かれたのが、自転車の煽り運転にあたる妨害運転です。例えば走行中の車の前で必要なく急ブレーキをかけたり、妨害する目的で進路変更、必要にベルを鳴らすなど、7つの危険運転が該当します。自転車でやっぱヒヤッとする機会とは、本当に多いです。多すぎるというぐらい、死角外からこうドーンと入ってくるの、斜めから、後ろ斜めから入ってきたり、駐車してる車の横をすり抜けるときに、あの車道側を抜けていくという。今日の札幌でも、今歩道走ってた自転車そのまま全く振り向かず車道に出ました。いや、これ危ないですね。ここ一方通行の道なんですけども、自転車走っちゃってますね。そしてそのまま交差点そのまま渡って、また一方通行の道入っていってしまいました。一歩間違えれば大事故につながりかねない危険な運転。免許がなくても子どもの頃から乗ることができる自転車だからこそ、改めてルールを守った安全運転が必要です。